どうも、高井です。9割の人が就職後勉強しなくなるから広がる。読書一月たった1冊読むだけで広がる格差。この本読んでいて思ったことが、日本人って受験競争で疲れて就職したともう勉強なんてしたくないって投げちゃうから勉強したくなるんだろうと思ってたんですけど、別に日本人って昔から勤勉ではなかったようですね。日本人が就職して20歳ぐらいになっている時、スウェーデンの65歳の高齢者と知的好奇心がほぼイコールなんですよ。ただ論理的思考力は世界的に見ては高いんですよ。でも新しいものに挑戦しようっていう知的好奇心が限りなくゼロということなんですよね。つまり新しい本とかを読んで知識を得て考えようっていう意思は全くない。人って新しいことに挑戦したくなるとどんどん頭の中で劣化していくんですよ。学校で学んできた知識ですらもうおそらく2年3年と一月一冊も読んでない状況が続くとほぼ忘れてるんじゃないかな。得意科目をわずかに覚えてるだけって可能性が高いよね。その話っていうのはこういう本にも載ってるわけなんですけど、ほとんどの人が勉強しなくなるってことは、1月1冊でも読んでいけば年間で12冊ですよ。塵も積もれば山となるって言葉ありますよね。つまり読んでる人と読んでない人の差が広がることによって、読んでない人っていうのはおそらく会社でも長時間残業することによってお金を稼ごうっていう風にどんどん変わっていっちゃうんですけど、読んでる人は生産性を上げて時給を上げようっていう感覚になりやすいんじゃないかな。つまり読んでない人ってどんどん会社のマインドコントロールにはまりやすい。このマインドコントロールについては以前私が作ったコンテンツ 99.9% 人が破壊される、マインドコントロールより人を思考停止に追い込む方法、そちらを作っているのでコンテンツを視聴してみていかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。